ミスタイムさん、こんにちは。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本当に2020年も毎日ミスタイムさんと一緒にいたような気がしますね。私はね、実際一緒にいたんでしょうね。それは近くにいて面と向かっているってことよりも、この YouTube を通じての、男の思いとかね、憧れとか、そして実現とか夢とかね、挫折とかいろんなものを一緒に抱えていたような気がします。本当に、ね、ありがとうございます。人っていうのは一人では何もできない。できても限界がすぐ来ます。人ができることって一人ではたかが知れてるんですよね。でもどんな大事業も私は一人の男から始まると思っています。そういう意味で言うと、今は小さなガチンコマッチョクラブかもしれませんが、この2021年ね、必ずこのガチンコマッチョクラブブレイクすると思っております。そのためにはこれからもね、ますます私もそうですが、ミスタイムさんもそうですが、多くの人の共感とか喜びとか問題解決ってものについて真っ向からぶち当たっていかないといけないかなと思うんですよ。そして私たちがね、学ぶとしたらやっぱりね、映画なんじゃないかなと思うんですよね。この台本ありきのミスター M さんもね、ご覧になってくださいましたイップマンシリーズ、やっぱり男の感情がかなり燃えますよね。そういうふうに作られてます。最初は虐げられた環境であっても、一つ信じて突き進めば必ず突破できるものがあると。そして敵にですら自分の気持ちを伝えることができて、共感し仲間になることができる。サマハン金峰との最初のね、組合ってのはあまりいいものではなかったですけども、最終的にはサマハン金峰の代わりに戦うというね、イップマンが見ることができたんではないかなと思いますし、あのイップマンのラストシーン、ツイッターというね、プロボクサーと戦うところなんですけども、最後のマイクを持って話すところね、イップマンが、あれってロッキー4、炎の友情そのままオマージュしてますよね。いや、素晴らしいなと思いましたね。本当にね、中国映画、香港映画もものすごくクオリティが高くて、考えさせるものが多いなと思いました。いろいろと話すことは多いんですけども、今回はこの辺にしようかと思います。今年もよろしくお願いします。そして今度ね、ガチンコマッチョクラブ筋トレ対談がありますけども、やっぱりね、どうしたきっかけで筋トレを始めたのかとかね、筋トレによって自分はどんな自分を手に入れたのか、心の変化とか肉体の変化、いろいろあると思いますし、これから私たちが憧れていく男っていうのは何なのかなとか、これから50代とか、そして60代みたいな老いってものを私たちは体現するわけなんですよ。しかもこの年齢っていうのは絶対に後戻りすることはないですよね。じゃあこの老いに対して私たちができるかっこいい年の取り方とか、かっこいい男の見せ方っていうのはどこにあるのかってことをね、今度ガチンコ筋トレ対談でしっかりと話し合っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。それではですね、ガチンコ筋トレ対談ご覧になりたい方は下の動画概要欄からちょっとチェックしておいていただければと思います。ミスター M さん、これからもよろしくお願いします。それじゃあね、動画をたくさん送っていただきましたんで、これから草薙さん関係の動画を拝見しようと思います。その後また動画を送りますね。よろしくお願いします。失礼します。